こんにちは、ハラペコツインズ姉のカコと妹のアコです。今日食べるのはこちら、大根おろしを使った卵かけご飯一人一食でーす。イエーイ、大根 TKG!BTKG やろ。以前テレビ東京さんのそれだめっていう番組に出させていただいた時に、大根おろし卵かけご飯っていうのを食べて、もうすごく美味しくてやりたいと思って、卵かけご飯とか大好きやから。業務スーパーさんのね、この冷凍シリーズなんですけど、大根おろしも冷凍で売られてて、今回はこちらをね、使いまして、一人 1.5 キロずつ大根おろしを用意いたしました。卵は50個あります。こちらで、大根おろし卵かけご飯を作っていきたいと思います。まずは牙城を作って、ご飯に大根おろしをかけていきます。牙城に入られました大根おろしさんです。真っ白。では卵を1人25個ずつ割っていきたいと思います。見てください、この皮どうです。すごい、全部つなげたん、うん。見て、すごい、25個タワー、はい、できました。ちょっと遠目から見たら大根おろし分からんかもしれないけど、こんもり大根おろしさんおります。うん、こちら醤油をかけて食べていきたいと思います。では早速いただきます。すごいです、この卵、そして大根おろし、ナイスフォルム。本当に美味しい。大根おろしのね、風味とさっぱり感が本当に合うよね。シャキシャキ感また、うん、それがね、醤油がね、またこれも本当に合いますわ。いや、これぜひやってほしい、うん、本当にもう外れなしのこのおかげご飯。すごい、もうどんどん卵が流れ込んでくる、うん、びっくりする。めちゃくちゃ美味しい。これほんとさ、大根おろしって薬味のイメージやけどさ、ほんと主役そう匹敵するレベルで食べれる。よくね、サンマとかを食べるときに大根おろしとかが横に置いてあると思うけど、うん、ちょっと余ったら、その余った大根おろしとご飯で食べるって方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですよ、うん、私結構そういう派で、ちょっとだけ残るからちょっとご飯食べるみたいな、うん、そこで卵がご飯が加わってみてください。美味しいに決まっている。そう、想像したら絶対に美味しいに決まっている、そのもの食べている。はい、美味しい。この卵かけご飯に大根おろし入れることによって本当にさっぱりするから、うん、すっごいさらにさらさらいける。胃もたれにもすごくいいって教えていただいたので、うん、その農家の方に、うんうん、だから胃もたれしてでもご飯が食べたいって時はぜひ大根おろし卵かけご飯を食べると、うん、良いです。まだいるのにすごく時間がかかっています。ちょっと美味しすぎて無理。すごいスピードで食べとる。この大根おろし TKG をやろうと思ったのも、そのそれダメっていうロケに行かせていただいた時にこの料理を知って作ってくださって、なんて美味しいんやと思って。でね、そのロケに行く時に大根の畑に行くんやったんやけど、うん、私ねもう一年ぶりやね、に運転して、軽トラなんですけど、うん、私、オートマしか免許ないんですけど、う
昔のままの記憶やから、ミッションの軽トラのイメージが強くて、ガゴン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 ってやつ。でも全然オートマでこう普通にブーンって、もう楽しい。本当に楽しい。ずっと楽しい。ずっと気持ちいいなーって。もうね、なんやろ。道が広くて、そう、そうね、運転するのが本当に楽しいの。信号とかも、そんな都会ほど多くないしね。そう。見えと見とる感じやったからね。え、うん、かね、あの、海ホテルに行きたいなと思って。あー。ドライブがてら。そう、ずっとまっすぐやんか。めっちゃ気持ちよし。しかも、美味しいところ目的地。うん。めっちゃいいなと思って、そういつか行きたいなと思って、言ってあげててください。終わりました。ここで、大根おろしといえば、ポン酢ということで、この接触してない部分にポン酢を加えて、味変で食べてみたいと思います。おいしいわ。ポン酢によって、この、酸味が増されるから、え、もう、卵が全然違うね。え、卵がご飯じゃなくなる。もはや。なんか違う食べ物になる。食べ物になる。でも、よりさっぱりが好きな人は、こっちの方がいいね。うん。なんか、残りがが漬物みたいな。酸っぱこの酸味っていうのね。全部混ぜます。すごいもうこれ、大根おろし混ざっとるって絶対言うの分からへん。あ、ごめんなさい、今味の素を入れました。味の素でこんな変わるの？味の素ですね。え、すごい、旨味が足される。うん、すごいな。そう、私たち普段の卵焼きご飯は基本的に味の素をかけるんやけど、うん、と醤油だけ。私たちスターバックスがね、本当に大好きなんですけど、行くたびに、まあ、必ず頼むサイズのベンティーなんですけど、うん、フラペチーノやったらバニラクリームフラペチーノか抹茶クリームフラペチーノが好きで、うん、その中でもカスタムをするんですけど、うん、無料のカスタムがあって、有料にしたらね、いくらでも美味しくなると思うの。うん、もう無料でいかに甘く美味しくっていうのを追求して、まあ、追求って、まあ、調べて、親切な人がまとめてくれたやつを見ただけなんだけど、うん、シロップ変更したり増量したりとか、ホイップ増量したりとか、それするだけで本当甘さが変わるから、変わる。もう、絶対にカスタマーするんですけど、あと、ホットやったら、ホワイトホットチョコレートっていうのが、もう本当に甘くてね、大好きなんですけど、もう多分、いつも店員さんに、あの、抹茶クレームラプチーノのカスタムを頼むときに、惹かれるんですよね。あの、甘すぎますけど大丈夫ですかって。めちゃくちゃ甘いですよこれって用語言われて、2プッシュが4プッシュですけど大丈夫ですかみたいな、プッシュ数とか分からなかったからさ、私は、うん、みたいなでプッシュってなったけど、でも多分これだけカスタムするってことはきっといろいろ知っとんのやろって言って喋ってくださっとんのやと思うけど、分からんから、プッシュ大丈夫ですって言って、甘いの好きなんですねって言われてすっごいびっくりされるから、多分低レベルで甘いと思うけど、本当にでも激甘なのが美味しいから、もうベンティよりおっきいサイズ、なんか期間限定で出やんかな。あの、期間限定で、あの、でっかいの。出てほしい。一週間だけでいいから。うん、毎日行きます。毎日買うんで。10本ぐらい。10本以上か。で、私たちがスタバを好きっていうのを知ってくださってて、うん、インスタとかツイッターとかに上げたりするから、すごい量のベンティのこの数をね。無理。そう、そしたら視聴者さんがね、あの、カードとかチケットとか送ってくださって、よかったら飲んでくださいって、うん、もうそれが本当にありがたくて、もう、カードもね、だんだん溜まっていくから、それも保管して、うん、時期ごとに違うから、可愛い柄とか。そう、可愛い。そう。ありがとうございます。私はこの残りのところにパン酢をかけたいと思います。
西日が綺麗ですね。最後の一口、ごちそうさまでした。いやー、ずっとデカ盛りで食べたかった、うん、大根おろし卵かけご飯が一生食べれて幸せでした。美味しかった。しかも何よりもこのね、業務スーパーさんの大根おろしの便利さです。これ冷凍で1キロあるから量多いかなって思うけど、切っての最初にこうバキバキ割って小分けにしたら、うん、使いたい分の時だけ使えるし、すごいいいなと思います。お醤油も美味しかったけど、ポン酢も美味しかったし、鰹節とか海苔とか入れたりしても、いろんなアレンジもしてもいいかなって思った、うん、で本当に卵かけご飯にもうさっぱりした大根おろしが加わるから、もうより一層食べやすくなるから、うん、本当二日酔いの次の日とか芋たれした日とか、うん、すごい持ってこいやなって思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。 Twitter と Instagram もやっているので、よかったらフォローお願いします。バイバーイ。恐ろしい汚し方をしました。序盤に汚したけど、1汚したか気づかなかった。全然気づかなかった。